お気をつけてください。はい、ありがとうございます。春の部屋番っていくつだっけな。春2回目だ。流活部屋番っていくつだっけ。 NG こっそりでひらがな。助けて、家が分かんないわ。こうじゃないな。インターホンを押すところがない。家が分かんないわ。ただ電話して なんとか大丈夫。電話出ないな。なんでそんな流活叩くんだよ。別にいいだろ、どこの枠見たって。ごめん、家が分かんない。ナビ入れてもわかんないな。もう忘れちゃった家。もうごめんな、バル。こんな父親で、こんな親父でごめんな。春にコンビニで揚げ物を買わないと。揚げ物が好きだな。
カレンちゃんにはお酒買わない。また風邪ひいちゃうな、これ頭痛い。ああ、ファルごめん。また別れたの？別れた。集中した。リスナーさんと？トノちゃんっていう178センチの。え？挑戦。5回中した。5回中したの？アイコで1回した。アイコさんなんとかなるけど、リスナーさんはね、もう無理だね。どうこの振り切り方？今回はもう振り切れるやろ？今回そうだね。うん。でもクルちゃんがどうかだね。いや、今回は振り切れると思うよ。うん、いやもう今回はっていうかもう振り切れるでしょ。うん。飲み物がないからさ。あ、本当？ごめん。これお土産なんもないや。あ、いいよ。やっぱ家があるって幸せだ本当。なんかある。すごい。映していい、この後ろ姿。うん、すごいわ、荷物が。荷物がやばいわ。これもどうなの？分かれないの？分かれないよ。分かれないか。入って入って。で、やっぱいい人だからね。あ、テンポ悪くなるかもしれない。ここ開ける。あ、キムチ鍋作ってるよ。うん、キムチ鍋。あ、そうなの？食べる？うん、俺が作った。あ、ほんとに。じゃあ一杯食べていい？あったかい？いや、温めてない。ほんと？温める。イベント入賞したの？何だった？7位だった。7位だった。何万ポイントいった？でもマンスリーは29位とか、80万ポイント。いや、そんな言ってないよ。ハロー、18万ポイントだ。そうなの？18万ポイントって。おかえり。あ、ありがとう。じゃ、気持ち臭いかもしれない。あ、いい匂いする。あ、もう反応してるわ。あ、レワちゃん、レワちゃん、荷物適当に置いていいからね。カレンちゃん、お邪魔します。どうぞ。すいません。やっぱり放送終わっていいよ。いや、やりな。いや、もうね。うん。いや、リスナーさんいないから。あれ、曇ってるな、これ。これ、触るで。あ、レワちゃん、カレンちゃん、お土産ない。ごめん。あ、いいですよ、全然。ちょっと、飲み物買ってくるから、ゼロ待ってって。わかるしか頼れる人いなくてさ。赤ずちゃん、どうしたんですか？赤ずちゃんは、ちょっと、買ってくるな。友情。家に泊めてくれるって言ってたのに、はい。クルちゃんと話し合いしたら、はい。一人でカラオケ行くって言ったから。あ、そうなんですか。カレン、キムチ作ってください。はい。パル作ってよ。あー、美味しそう。キムチ温めます。あ、レワちゃん覚えてる？レワちゃん、レワちゃん覚えてる？覚えてるみたい。レワちゃん、
ひなちゃん、覚えてるの？どうしたの？懐っこいね、ほんとね。てか、カレンちゃん、俺のいびきうるさで寝れないでしょ。いや、全然私わかんなかったです。ほんと？はい、普通に寝てました。でも、カレンちゃんも他の女の子とチューしたら別れるでしょ、パルがね。ね、いや、ひどいとは思うけど。ひどいでしょな、レバちゃん。レバちゃん、ほんとかわいい。かわいい、レバちゃん。こんなかわいい。かわいいんだね。なんでクルさんと喧嘩したんですか？いや、俺がアイコとイチャイチャしてたら、はい、別れるって放送した、したんだよ。あ、そうなんですか。うん、だから俺がもう別れたいんだったらいいかなと思ってチュッチュしたの。うん、あらら、そこまでしないと別れれないからさ、やっぱ依存してるから。うん、うん、依存してるとやっぱね別れれないからね。はーいね、レワちゃん。はい、あ、ごめんなさい、ほんと明日は早起きしないといけない。菓子もある？ん？菓子もある？お酒じゃあビールでいい？いや、もう俺お酒は大丈夫。アクエリアスあるから、パル、俺は飲み物買ってこなくていい。こっち来て。あ、あの、飲み物ないから家に買ってくるよ。じゃあ俺も一緒に行く。じゃあみんな終わるわ。じゃあね、カレンちゃんの枠でお疲れした。皆さんありがとう。ちょっとよろしくお願いします。これ。